皆さんこんにちは。報徳学院学習ブログのとしです。中学1年生の数学、比例と反比例の5回目、今回は比例のグラフの書き方、これについて説明します。前半では書き方の説明、後半では実際にグラフを書く練習、これをやっていきます。では始めます。 y=2x のグラフを書いてみようということで、グラフを書くんですけれど、どんなグラフになるか分かりやすいように、まず y=2x の x と y の関係、これを表にしてみます。で、この表を完成させていきます。 y=2x ですから、 y の値は2と x の値をかければいいんですよね。ですから x が -3 の時には 2×-3、 この答えマイナス6が y の値ということになります。 x がマイナス2の時は 2×-2 でマイナス4、同じように 2×-1 でマイナス2、0の時には0ですよね。 x1 の時には 2×1 で2、同様に計算していくと4、6と、ね、まだまだ続くんですけれど、このようになりました。じゃあこの表をもとにグラフを書くんですけれど、じゃあこの対応している x と y って何を表しているかというと、実はグラフの座標、これを表しているんですね。ですからマイナス3マイナス6というのは座標の x-3 で y は -6 ですよと、こういう座標です。同じように全部座標に直すと -2、-4という座標、それから -1、-2という座標、それから原点の0、0という座標、同じように1、2という座標で2、4という座標、それから3、6、こういう座標をね、この表は表しているんです。座標ですから、この表している座標、点に取っていきましょう。-3の -6、-3の時-6のですから、ここですよね。-3で -6、ここです。で、次が -2、-4、-2で -4、ここですね。同じように -1、-2、-1の時-2という座標、そして原点の0、0という座標です。それから1の時に1、2という座標、2、4という座標、3、6という座標ですね。こういう座標をこの表は表しているわけです。そしてグラフはこの点を結べばいいんですね。この時皆さんはしっかり定規を使ってください。こんな風に結んでいきます。こうなります。うまく書けるかな。こんな風になって、グラフは端から端まで書いてください。ここでは2回ね、書けないので、このように書いておきますね。グラフは端から端まで書きます。これって原点を通っている直線ですよね。ですから比例のグラフ、これは原点、これを通る直線になると。比例のグラフは原点を通る直線になる、これを覚えてください。で、これが分かると、実はわざわざこの全部の点ね、取らなくてもグラフは書けちゃうんです。どういうことかというと、原点とあと一つの点が分かれば、それを結んで直線を引けばいいということです。ですから y=-1/x、 このグラフというのは、この x に数字を入れて -1/x を計算して y の値を求めて、その点を書くと、それと原点を結んで直線にすればもう書けてしまうということですね。じゃあ実際にやってみますね。 y=-1/x、 この x の値、この前が分数なので分母の倍数、これを取ってぴったりした点見つけていきます。 x を4にしましょう、2の倍数のよう。そうすると y は
マイナス2分の1かける4になると、これマイナス2になりますから、 x が4の時 y はマイナス2と、こういう点を通るということがわかるんですね。じゃあこの点を取りますね。 x が4の時マイナス2ですから、この点です。この点が分かったら、あとはこの点と原点、ここを結んであげます。こんな風になります。こんな感じかな。こんな風になって、ここから原点を向かっていって、原点を通り過ぎて、ここからちょっと最後のところ曲がっちゃったんですけど、グラフに書くとき、この直線は端から端までね、結んでください。ね、比例のグラフは 原点を取る直線になる。そういうことから、原点以外の点を一つ取って、それを原点と定規を使って結んであげればグラフが書けてしまうんですね。では後半グラフを書く、この練習をやっていきましょう。グラフを書く練習をします。グラフを書くポイント、それは比例のグラフ、これは原点、つまり0、0ですね、座標は原点を通る直線になる。だから原点以外の点を一つ見つけてあげて、その点と原点を直線で結んで、これでグラフが書けちゃうってことなんですね。では比例のグラフ3つ書いていきます。括弧1番、y イコールマイナス 2x。 じゃあこの x の値を2にしましょうか。 x イコール2の時 y はマイナス 2×2 になってマイナス4ですよね。ですから x は 2y はマイナス4、こういう座標の点、これと原点を結べばいいということです。 2-4 という座標は x が 2y が-4 ですから、ここですね、ここと原点、ここを結んであげます。では書きますね。原点と結びます。こんな風になりますね。スーッと結んであげてください。直線はグラフの端から端まで必ず引いてください、ね、マイナス、あ、2とマイナス4、2とマイナス4という点と原点を結んで、スッと引いてあげれば、これで出来上がりです。括弧2番、 y イコール5分の 3x、 これ x の係数分数なので、x を分母の5と同じ数にして計算します。y は5分の 3×5、 計算すると3ですから、これ5の時3ですね、座標は5,3という座標です。ですからこの座標を取ってあげて、あとは原点と結んであげるということです。 x が5で y はマイナス3、あ、マイナス3で x は3ですから、ここですね、5,3という点、ここです。ここと原点を結びます。で結んじゃいますね。5と3ですね。こんな感じかな。5,3,5,3ってからずっとグラフの端から端までずっと結んであげてください。グラフは端から端まで書きます。先ほどのこれが1番、今書いたのが2番、 y イコール5分の 3x のグラフということです。では括弧3、 y イコール 3x ですね。じゃあこれは x イコール2でいきましょうか。と y は 3×2 で6なので、このグラフは
2,6 という点を通る、こういうことなんですね。ですからグラフ上の2,6という座標、2で6という座標、ここですね、ここを取ってあげて、ここと原点を直線で結んで端から端まで引くと、線を引くと、こういうことになります。では書きます。端から端までということなので、こんな風になりますかね。ここですね、ここと原点引きます。スッと引いてこんな感じですね。グラフは端から端まで書く、これがカッコ3のグラフということになります。グラフの書き方、今日は原点を通る直線なので、原点以外の点1個見つけて、その点と原点を直線で結んでグラフ、端から端まで書くと、このようにすればいいわけです。今回は比例のグラフの書き方、これについて説明しました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。